木内石帝文化5年3月11日は、江戸時代の奇跡収集家、本蔵学者、陽名は幾六、忌名は、重もあかつき、くも七し、1773年から1801年間、木内石帝著、国立科学博物館の展示、大見国志賀群下坂本村に生まれる、捨て池に生まれるが、母の成果である木内家の養子となる、養子先の木内家は、 久留本郡山田村にあり、ゼゼ半ン大官を務める家柄だった。ところが二十歳の時、罪に連座して、金庫三カ年に処された。その三年間は、歳月が過ぎるのを忘れて、石に集中していた。そして、石に集中する自分を自覚した。出身地の大海南部は、名石や奇跡の産出で知られており、老一趣味が流行していた。その頃から、 奇跡への道を本格的に始めた。本蔵学を拡大した物産学が登場し、江戸、京都、大阪などで物産会が開かれるようになり、木内も参加した。法歴元年、大阪に赴き津島序覧から本蔵学を学んだ。津島塾では木村県が指導と同門。法歴6年には江戸に移り、田村元に入門。同門家の一人、 平賀がげんらと交流した。11歳の頃から親石奇跡に興味を抱き、諸国を精力的に旅して、2000種を超える石を収集した。収集した奇跡の中には、鉱物や石製品、石器や化石も含まれており、分類や石族の人工説も唱えており、考古学の先駆者とも評される。また、老一者を結成し、諸国に散らばっている。 愛好家たちの指導的役割を果たした。今日は3年の老一社中名簿は、全国の老医師や通計156人の生命を、在住地、豪、専門分野と共に掲げる。著作に、雲根氏や、奇跡三史等があり、シーボルトが、著書、日本を記すにあたっては、石器やがたまについて、石底の研究成果を利用している。中仙道森山塾の、 本蔵寺に他がある。ありがとうございます。